ードアメーバは人の大腸に語り共生するアメーバである。栄養体は直径9から14メートル程度のアメーバで、弁網を持たず短い加速でゆっくりと動く。細胞核は一つのみで各固定が明瞭である。シストはやや不規則な形状で直径8から10メートルほど。細胞核が一つのみであることと要素により染色される。 大きなグリコー原法を持っていることが特徴的である。古典的には、肉質中アモン洋上加速光無角アメーバ、アコーアメーバ木関係アモク、エントアメーバ科のところ属とされてきた。しかし、分子系統解析に基づけば、アメーバ動物門、アーケアメーバズナペロミクサ木、マスチゴアメーバ科のところ属となる。チェコ出身で、低ドイツの微生物学者、 スタニスラブ・プロバーゼクが1911年にサバイイ島で発見し、エンタモエバ・ウィリアム・シーと命名した。ただしこの時の標本には大腸アメーバが混在していた。プロバーゼクは、翌1912年にサイパン島の子供由来の標本から、エンタモエバ・ブーイチェリーと命名している。このことは、ヨードアメーバの学名に混乱をもたらした。 要素で染色される特徴的なシストは1915年にイギリスの原生動物学者チャールズ・モーリー・ウェニオンにより報告され、彼はこれをイオジネシスと呼んだ。このシストとプロバーゼクが発見したアメーバとの関係性は1919 19年にオランダの寄生虫学者ステファン・ランベール・ブルーグとイギリスの原生動物学者クリフォード・ドーベルがそれぞれ独立に発見した。 動物の長官から見出されるアメーバ類は、基本的にエントアメーバ科に所属させられてきたが、2013年に、分子系統解析に基づいて、マスチゴアメーバ科に移された。プロバーゼクが1911年に命名した、際の標本には、大腸アメーバとヨードアメーバが混在していたため、この時命名された、エンタモエバ・ウィリアム・シーがどちらの生物を指しているのかが、問題となる。 大腸アメーバを指しているのであれば、この主称名は大腸アメーバのシノニムとなって使えず、従って翌年に命名されたエンタモエバ・ブイチェリーに由来するヨダモエバ・ブイチェリーがヨードアメーバの学名となる。逆にエンタモエバ・ウィリアム・シーがヨードアメーバを指しているのであれば、先に命名されたこの主称名に由来するヨダモエバ・ウィリアム・シーがヨードアメーバの学名となる。 これは1920年代に論争となっており、イギリスのドーベルは、前者、アメリカ合衆国の寄生中学者たちは、後者の立場であった。ありがとうございます。